深遣いを開会いたします。まずはじめに菅野博之福島県保健福祉部長より挨拶申し上げます。県の保健福祉部長の菅野でございます。よろしくお願いいたします。甲状腺評価検査評価部会の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。当部会につきましては、去る6月開催の第11回の県民健康管理調査検討委員会におきまして、部会設置のご提案がございました。本日、先生方のご理解を頂戴しまして、第1回目の部会の開催となった次第でございます。今回、部会にとなっていただきました先生方には大変ご多忙のところ、心よくお引き受けいただきました。深く感謝申し上げたいと思います。甲状腺の検査開始からおおむね2年経過いたしておりますが、当初より県民の皆様の関心が非常に高く、これまで報告されました検査結果に対する評価等につきましてもですね、より一層関心が寄せられているところであります。こうした中、本部会において甲状腺検査について専門的な知見を背景として十分ご議論いただくことが、県民の皆様のご理解を深めていただくことにつながるものというふうに考えてございます。言うまでもございませんけれども、甲状腺検査につきましては、県民の健康を将来にわたって守っていくための県民健康管理調査の中でも極めて重要な取り組みでありますことから、先生方にはですね、特段のご助力、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。次に、福島県県民健康管理調査検討委員会、星座長からご挨拶及び部会員のご紹介をお願いいたします。はい。星でございます。本日は本当にお忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。この部会につきましては今部長さんからお説明があったとおり、県民健康管理調査の中で、甲状腺検査についてより専門的な、見地から評価紐解いていただこうと、そういう目的で設置をさせていただくことを提案し、前回の部会では、前回の部会までにぜひとも開催したいという旨申し上げておったところですが、残念ながら本日になってしまいましたし、欠席の委員のいる中でこういう形で開催をするということになってしまいました。そのあたりお詫びを申し上げたいと思います。なお、この部会についてはやはり一番県民の皆さんがご心配をされている県民健康管理調査の甲状腺検査の結果が順番に分かってきている中で、これが放射線の影響なのか、あるいはそうではないのか、さまざまな議論がなされているところであります。我々としても医大からの数値その他の報告を受けた上で、これらについて想定される範囲なのかどうなのかということを議論を十分に尽くせなかった、時間的なもございましたし、資料が揃っていなかったということもあるのかもしれません。そういう中で、今後1回目のクールが来年中に、来年の4月ぐらいまでに終わると聞いておりますので、データの整理などもその後しばらくしてできると思います。そのあたりをめどにですね、これまで知られているものとどんな違いがあるのか、あるいは類似性はどうなのかというようなことについて具体的に、そしてかつ詳細にですね、そして専門的な立場からご検討いただいて、それをきちんと読み解くという役割を担っていただきたい、そういう思いで設置をさせていただいたところであります。したがいまして、我々とすれば皆さんに本当に理解できる形でさまざまな情報をきちんと読み解く必要があろうかと思います。その際、さまざまな文献も出ております。そういった文献についてもこれまで十分に、この検討会の中では、検討委員会の中では議論の対象にできなかったことなども
議論の対象とさせていただきたいですし、前回の発言の中で申し上げた通り、いろんな意見をお持ちの方の中からふさわしい方にご来おいでをいただいて、ご主張などを伺うというようなことについても、しっかりと対応していきたい、そのように思っています。したがいまして、本日これから、ある意味での、甲状腺検査についてのしっかりとした評価の、第一歩を踏み出すというようにご理解をいただきまして、県民の皆さんにもきちんとしたデータをしっかりとお伝えしていくという我々の委員会本体の部会本体の役割を、ある意味補完していただくというような位置づけにさせていただきたいと、そのように思っております。よろしくご協力をお願いしたいと思います。本日お忙しい中、一応部会長が指名をするということをさせていただきまして、指名をさせていただきましたので、私の方から、部会に出席されている部会員の皆さんをご紹介を申し上げます。すでに部会員名簿が出されております。本日欠席の方をちょっと除きまして、あいうえお順で恐縮でございます。加藤良平先生でございます。よろしくお願いいたします。こちらに書いてあります通り、山梨大学の大学院の教授でございます。それから、くぬぎだ直樹先生でございます。国立保健医療科学院の生活研究環境研究部の部長さんでございます。それから渋谷健二さん、ここだけさんと言っちゃいけないです、渋谷健二先生でございます。東京大学大学院の、国際保健政策学教室の教授ということでございまして、でございます。それから、清水和夫先生でございます。部会にもご参加いただきますが、日本医科大学の教授でございまして、全日本甲状腺外科学会の理事長を務めでございます。それから清水修司先生、福島大学の人文社会学部経済経営学部の教授をされております。それから本日欠席でございますが、春日文子先生、津金翔一郎先生、そして西義和先生、欠席でございます。なお西義和先生からは文献その他の資料の提出がされておりますので、議事が始まった後、新たに議長に、座長に、どうですかね、部会長に選出された方に議長になっていただいた後に、読み下していただきたいと、そのように存じます。それでは、はい、ありがとうございました。次に理事括弧1部会長選出副部会長指名に移らさせていただきます。設置要項第3条の4におきまして、部会に部会長を置き、部会員の5選によってこれを定めるとなっております。また設置要項第4条の2におきましては、部会長は部会の会議の議長となるとなっているところでございます。部会長5選にかかる理事につきましては、本日の会議の招集者である検討委員会星座長にお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは暫時仮議長を務めさせていただきます。まず第一の議題でございます。部会長の5選ということですが、本日欠席の委員からは特段の発言はございませんか。ありませんか。はい、それでは今ご出席の皆様で、何かご意見ご推薦などあればいかがでしょうか。もしないのであれば、私から推薦をさせていただくということでもいいですかね。いや、いかんというのではあればいかんと言っていただいていいですか。よろしくございますか。私は、県民健康管理調査の検討委員会の、まだ調査していただいておりますので、ここでの部会の取り仕切りはですね、甲状腺の専門家にお願いをしたいと私は考えました。もし皆様にご賛同いただけるで、ご本人にもご賛同いただかなければいけませんが、清水和夫先生に部会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、ここまで私の役割でございます。部会長に、新しい、取り仕切りをお願いしまして、席を交代をさせていただきます。よろしくお願いいたします。日本医科大学の清水と申しますけど、今突然ご指名いただきましてちょっと戸惑ってるんですけども、そうなった以上一生懸命やらせていただきます。ちょっと自己紹介させていただきますけど、私は日本医科大学で外科をやっておりまして、内分泌外科で甲状腺を中心にもう30年以上チェルノブイリの原発事故の後の小児甲状腺がんの検診を1999年から毎年行っておりまして、で現地の人たちの検診、それから赤十字、ベラルーシの赤十字の総裁と毎年会いな、表敬訪問しながら、チェルノブイリの原発の後の短期的、中長期的にどんな対応しているのかというものを聞いたり、あるいは日本大使ですね、現地のに訪れて、どんな対応を聞いたりですね、私自身も検診、あるいは手術などで現地で、協力したり、診療、医療の協力をしたりしてやってきたものですから、そういうような経験を少しでも生かし、福島の県民のために生かせればなというふうに思っておりまして、こうなった以上一生懸命やりたいと思います。ご協力を、委員の先生方ご協力をよろしくお願いいたします。議事の進行のところでこうした軌道修正もぜひよろしくお願いいたします。それでこれ見ますと、副部長を部長選出、部会長選出の副部長を指名ということですので、私前からこの委員会に、部会に必要かなと、病院の先生が絶対必要だと思って意見も申し上げたりしたものですから、がんの診断には最終診断病理ですので、加藤先生にぜひお願いしたいと思うんです。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ加藤先生、よろしくお願いいたします。で早速最初申し上げなくちゃならないことは、今日私夜の便で福岡行かなくてはならなくて、3時47分 の新幹線に乗らなくちゃいけないものですから、その後から加藤先生フォローアップよろしくお願いいたします。先に申し上げます。それではこの今配布されております議事に沿って審議を続けていきたいと思いますが、両括弧2の甲状腺検査についてであります。議事録書面では清水先生、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。一人でよろしいですか。二人。じゃあ加藤先生、よろしくお願いいたします。それでは、これ資料1に入ってちょっとよろしいですか。では早速資料1の県民健康管理調査、甲状腺検査の実施状況についてでありますけれども、資料1をお見通しください。先ほど星先生がおっしゃいましたように、この会はぜひ検査に対するいろんな、監査でなくてですね、データ一つ一つを専門家の立場で、検証すると、そして正しいことを読み取りながら前に進んでいくというようなスタンスでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ資料1、鈴木先生ご説明。はい、佐藤さんお願いいたします。はい、それでは事務局を担当しております福島県庁県民健康管理課の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします。座ったままでご説明申し上げます。本日は第1回目の部会の開催ということでもありまして、また多くの県民の皆さん、そしてマスコミの皆さんもお越しですので、
現在取り組んでおります甲状腺検査につきまして、私から改めて検査の概要をご説明させていただきたいと考えております。まずは基礎的な内容になりますが、県立医科大学の方で、昨年作成いたしまして、県民の皆さんにご説明の際使っております DVD を準備いたしました。10分弱でございます。先生方ちょっと申し訳ございませんが、こちらの方を一緒にご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。甲状腺と検査結果について。甲状腺検査では最新の超音波機器を使って甲状腺の状態を調べていくわけですけれども、はい、そもそも甲状腺というのはどういう臓器なんでしょうか。はい、甲状腺というのはこの顎の下、喉仏の下に蝶々の形をしたもので、だいたい縦方向で3から5センチ、重さで10から20グラムくらいの、本当に蝶々のような形をしています。甲状腺は食物中の要素から甲状腺ホルモンを作ります。甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を促進するといった生きていく上で欠かせない非常に重要な働きをしています。検査では甲状腺に結節や嚢胞があるかどうかを調べて判定していきます。嚢胞と結節について。嚢胞や結節って聞き慣れない言葉ですけれども、はいはい、一体どのようなものなんでしょうか。はい、まず嚢胞の説明をします。嚢胞というのは、液体、袋の中に液体が溜まったようなものを言います。いわゆるこれは液体だけですので、良性と判断していいものだけを嚢胞と言っております。嚢胞は健康な人でも多く見られるものです。中身が液体だけのものはがんになることはありません。また時間が経つと消えたりできたりするもので、大きさも頻繁に変わります。嚢胞には単発と複数とあって、これが何個あるかというのは特に問題としません。複数あるかな、単発かということを答えます。で、最大形のものを捉えるということで記録しております。結節とはどういうものなんでしょうか。はい、結節というのは中に身が詰まった腫瘍またはしこりというもので、良性が多いんですが、悪性、いわゆるがんというものも含まれます。で、嚢胞の一部に身が詰まっている充実部分があるものは、今回は結節に含めておりまして、嚢胞の液体の部分も含めて、サイズを測って、結節として、診断基準で判断しています。特に若い人の甲状腺結節はゆっくり育ち、 2,3 年後でも増大が少ない特徴があります。検査結果について。その後こういった結果通知書が送付されますけれども、はい、判定基準について教えていただけますか。はい、A 判定、B 判定、C 判定と3つの判定があります。で、A 判定は2年後の検診を受けていただきます。で、B 判定、C 判定の方は二次検査を受けていただくようになります。 A 判定について。まず A 判定ですけれども、はい、こちらはどういった判定なんでしょうか。はい、A 判定は実は2つありまして、A1 と A2 とあります。A1 はいわゆる嚢胞や結節などの超音波所見を伴わないもので、A2 というのは嚢胞に関しては20ミリ以下の嚢胞で、結節は5ミリ以下の結節、これらが A2 判定になります。A2 判定は次回の検査でも大丈夫なんですか。はい、2年後の検診で十分大丈夫というふうに判断されています。 B 判定について。 B 判定は今度は結節ですと 5.1 ミリ以上で、嚢胞だと 20.1 ミリ以上のものが B 判定になって二次検査を要するということになります。 C 判定について。基本的に二次検査を直ちに受けた方がいいという、
急激に腫瘍が大きくなっているとかいろんな条件がありますが、すぐに二次検査を受けた方がいいという人を C 判定にしています。 B 判定と C 判定に要する二次検査というのはどういうものなんでしょうか。はい、B 判定、C 判定の方はもう一度高精度の超音波を使いまして精密な超音波検査を行い、その他に検尿と血液検査を行います。で、結果次第によっては腺子吸引細胞診まで行われることがあります。なお一次検査ではサイズによる判定基準を行ってますが A2 に相当するものでも二次検査が必要だと判断した場合にはB 判定として精密な検査を行っています。なるほど、慎重に判定されてるんですね。先生どうもありがとうございました。はい、超音波画像について、検査で使う超音波機器では何がわかるのでしょうか。これから実際の超音波画像をもとに先生に解説していただきます。よろしくお願いいたします。はい、超音波画像で見る甲状腺、今甲状腺の右葉という右側を映しています。一回止めてみます。頸動脈、そして内側に気管があって間に甲状腺右葉が挟まれています。で今度は左側に動かします。気管を挟んで反対側に作用があります。で下からですねずっと上に動かしてで大体、この辺で一度止めます。ここが気管、今度はこちらに左側の頸動脈があります。でここに食道が見えてて、ここが甲状腺の作用で、甲状腺はこういうふうに気管の上つながって反対側の右葉につながっているということであります。それでは実際に超音波画像で嚢胞を見てみましょう。それでは嚢胞というものをお見せします。ここで何個か甲状腺、今右側を映してるんですけど今止めてみます。右葉の中に甲状腺右葉ですけど黒く見えてるのは嚢胞です。で、ここに頸動脈があります。液体があると黒く映ります。これ全部嚢胞もこういうふうに液体なので、黒く映ります。基本的にはこれは液体だけですので通常は良性と言われているものであります。このように今甲状腺の中に嚢胞が見えてます。中に白いものが見えてます。こういうふうに白い筋を引くようなもの、これはコロイド嚢胞、コロイドといって、中にゼリーが溜まっているだけのもので、これも液体しかありませんので良性と思われるものです。こちらの超音波画像ではたくさんの嚢胞が確認できます。基本的に嚢胞は良性です。数は重要でないので数えません。検査では一番大きなもののサイズを測りお知らせしています。複数でいっぱいあるときは一番大きいものを計測します。そうするとこの嚢胞を計測するということになります。これがそうすると 6.0mm、 この6.0mm が A2 判定の結果になります。サイズですけど実際かなり小さいものまで見えるわけですけど、この嚢胞のサイズで小さいとこういうこの辺を測ってみましょうか。2ミリくらいですが、実際甲状腺がんなんかで見つかるときの大体平均というのは15ミリくらいと言われてるんですけど、15ミリっていうサイズをここで出してみますと、このサイズが15ミリになります。ですから相当大きさとして違いますね。こういう15ミリの腫瘍が見つかるわけですけど、実際こういう2ミリとか1ミリとか小さいものまで今の超音波は見えるということであります。とても小さいものまでよく見えるんですね。はい、今後はですね、嚢胞や結節が複数あるかどうかに加えてですね、大まかなサイズも報告するようにしています。いや、なるほど、実際画面で見るとよくわかりますね。ありがとうございました。はい、重要なお願い。はい、ありがとうございました。じゃあ引き続きお願いします。じゃあ電気
はい、それでは引き続きまして、事務局からお手元の資料に基づきましてご説明させていただきます。先ほど今の DVD と重複したところもありますが、ご容赦をいただきたいと思います。まず資料2の方をお開きいただきたいと思います。ご準備をお願いいたします。この資料は現在甲状腺検査につきまして、医科大学などの専門家の先生が地域を直接訪問し、甲状腺検査説明会として開催しておりまして、県民の皆様にご説明を行っておりますが、その際に使用しております資料の一部となっております。資料2の3ページの下のグラフをお願いいたします。チェルノブイリ事故後の甲状腺小児甲状腺がんの増加を表したグラフというところでございまして、ベラルーシにおける小児甲状腺がんについてですけれども、特に事故時0歳から5歳ぐらいの幼児に、その後甲状腺がんの増加が顕著に現れているというようなことでよく紹介されているグラフでございます。次にお巡りいただきまして、4ページ5ページというところでございます。今般の福島における原発事故による甲状腺透過線量、甲状腺への影響につきましては、さまざまな研究機関等におきまして、現在調査研究がなされ報告がされているというところでございます。5ページの下でございますが、こちらは放射線医学総合研究所が今年1月にまとめて公表いたしました、事故初期の要素等単半減期による内部被曝の線量評価についてというものでございますが、原発周辺の町村、川俣町、飯舘村などにおける甲状腺被曝地の 90% 耐える地、対象の 90% がその範囲内に含まれるという値だそうですが、こちらで10から30ミリシーベルトと推計されているところでございます。おめくりいたしまして、真ん中にありますが、このようなことも踏まえまして、福島県といたしましては、今後甲状腺に何らかの変化があるのかないのかを長期にわたって見守り、もし治療等が必要とされた場合には適切に対応していくということで、県民健康管理調査の中で甲状腺検査に取り組んでいるところでございます。次に甲状腺検査につきましてご説明申し上げます。7ページの下の表でございます。現在実施しております甲状腺検査につきましては、対象を原発事故の当時おおむね18歳以下の全県民としております。スクリーニング検査としての一次検査と、その結果何らかの所見のあった方を対象とした二次検査として実施しております。おめくりいただきまして8ページでございます。現在は8ページの上でございます。現在は先行検査と位置づけまして、1回目の検査を実施しております。来年の3月までにを目途にですね、すべての対象者についての検査を行うということで現在進めております。26年度からは本格検査として検査を実施いたします。2回目以降の検査ということになります。具体的には20歳までは2年に1回、それ以降は5年ごとに長期継続して検査を行うという方針で現在取り組んでおります。なおこれらの実施方針等につきましては、関係学会の皆様方の先生方からのご助言をいただきながら検討を実施してきているというところでございます。特に検査を担っていただく医師・技師の皆様につきましては、専門医等の有資格の医師や技師の方、こちらが全国的にも少ないという状況にあります。現在は全国からの先生方に応援をいただきながら検査制度を確保するという観点で検査を進めておりますが、同時並行的にですね、県内の医師・技師の方を対象とした講習会を医科大学や県医師会、関係機関の皆さんのご協力を得ながら実施しております。受講者を対象とした認定を行うということとしております。検査を行う医師等の要請確保にもご支援をいただいているところでございます。次に具体的な検査内容等についてご説明申し上げます。8ページの下でございます。先ほどの DVD にもありましたが、一次検査におきましては超音波検査に基づきまして、嚢胞や結節についてそれぞれ判定基準を設けております。5ミリ以下の結節や20ミリ以下の嚢胞が認められた場合、または両方とも認められなかった場合を A 判定としております。
A 判定の方は次回の検査まで特に追加的な検査を必要としないというような判定でございます。 5.1 ミリ以上の結節、 20.1 ミリ以上の嚢胞が認められた場合は、そして甲状腺の状態から見て確認が必要だという場合におきましては B 判定、C 判定として二次検査の対象としております。9ページにもありますが、10ページお開きいただきまして、上の図でございます。特に嚢胞の中に充実性のしこりを伴う場合には通常の診断では嚢胞性病変ということで扱われているというところですが、今回の福島県の検査では全て結節として判定をしているところでございます。具体的に申し上げますと、例えば7ミリの嚢胞の中に2ミリの結節が内包されている場合には、全体を7ミリの結節としてまず取り扱いまして B 判定というところの二次検査の対象として改めて確認をするということで進めております。従いまして、今回の検査で嚢胞と判断されたものにつきましては、液体が溜まった袋状のもので、それ自体は悪性ではないというようなところで理解がされると思います。続きましては、これまでの実施状況、検査結果についてご説明申し上げます。13ページの方をお開きお願いいたします。これまでの一次検査の状況ですが、今年9月30日までに結果が確定された23万8785人につきましては、二次検査の対象とされた B や C の判定の方、合計で1559人、その割合は 0.7% となっております。また、5ミリ以下の結節、20ミリ以下の嚢胞が認められた A2 判定の方、こちらにつきましては全体の 45.4% という状況でございます。同じ13ページの下の部分にありますが、昨年度環境省におきまして長崎県長崎、山梨県甲府、青森県弘前の4365名を対象とした福島県と同様の方法基準による有所見率調査というものが実施されました。今年3月に発表されましたが、その結果が下の表でございます。これを受けまして福島県以外の地域においても一定の割合で甲状腺に精密検査や治療の必要のない嚢胞等が認められることが明らかになったとの評価がなされているところでございます。なお厳密に対象年齢、例えば国の調査では0歳から3歳が含まれておりませんので、厳密な比較というところまでには至っておりません。これ以降具体的な検査の実施状況をご説明いたしますので、資料1にお戻りいただけますでしょうか。改めて資料1をお願いいたします。こちらの資料は今月12日に開催いたしまして、その際、ご報告申し上げました検討委員会の資料でございます。こちらをによりまして改めてご説明申し上げます。1ページの下の表、結節嚢胞の人数割合、というところですが、結節や嚢胞の大きさにより二次検査の対象と判断されました方は 5.1 ミリ以上の結節が認められた方の1541人、 20.1 ミリ以上の嚢胞が認められた方の11人という状況でございます。また A 判定となった方、5ミリ以下の結節が認められた方が1169人、20.0 ミリ以下の嚢胞が認められた方が10万2583人という状況でございます。なお嚢胞結節両方が認められた方が約1000名、大きさからは A2 判定の範囲内であっても B 判定として二次検査に対象としている方も含まれております。お見受けいただきまして、ちょっと1回15ページお開き願います。大きさ関係でございます。結節を認められた方は A2 判定および B 判定の方合計2710名という状況ですが、特に B 判定となっている部分 5.1 ミリ以上というところですけれども1541人がおいでになります。
通常の診療で精査が必要と診断される10ミリ以上の以上に該当しない10ミリ以下の方が1093人というような状況になっております。おめくりいただきまして16ページに農法について記載がされております。受診者総数の 97.5% に当たる21万9977人がですね、農法が確認された最大の大きさが5ミリ以下または農法を確認できなかったという状況であります。申し訳ございません、ちょっと今分かりにくくて、最大で5ミリ以下または確認できなかったというところが21万9977人ということで全体の 97.5% というところでございます。ここで一旦ご確認いただくためにですね、7ページの方にお戻りいただきたいんですが、先生方の机にはですね、福島県地図ちょっとこのページを拡大したものを準備させていただいております。会場の皆さんは7ページの上の福島県地図をご覧いただければと思います。検査の実施順といいますか、検査の実施年度区分の対象市町村についてご確認をお願いいたします。23年度実施市町村という区分で今後ご説明申し上げますが、今回の原発事故で何らかの避難指示がなされた13の市町村、地図では白抜きの部分でございますを対象として23年度検査実施市町村というような区分で表記してございます。24年度25年度実施につきましては当時の空間線量を考慮して検査順を決めているというところで、地図上では真っ黒くなっているところが24年度に行われた市町村、そして若干黒くなっているところが今年度行われている市町村という状況でございまして、本日現在、本県西部の会津地方においての検査に現在は進めているところでございます。元に戻りまして2ページにお戻りお願いいたします。二次検査の実施状況結果についてご説明申し上げます。二次検査につきましては、これまでに一次検査の結果 B、C 判定とされた対象者1559人のうち、9月30日現在1148人について検査を実施しております。うち897人について結果が得られたところでございます。平成23年度実施市町村につきましては対象者の約8割について検査結果が得られたところですが、その他の市町村につきましてはまさに現在検査を実施しているところでございますので、特に二次検査につきましては暫定的な数字となっておりますことをご了承お願いいたします。二次検査は同一の対象者において複数検査会場においでいただく、複数来院いただくということが必要になります。詳細な超音波検査や甲状腺刺激ホルモン等を確認する血液検査、そして尿中様子を見る尿検査を実施しまして、必要と認められた方について腺刺吸引細胞診検査を実施しているというところでございます。一次検査におきましては充実部分を伴う農法なども含めて二次検査の対象としていると先ほどご説明申し上げました。その結果、二次検査の結果において一次検査時の判定基準としている5ミリ以下の結節や20ミリ以下の農法が確認された A2 判定等に改めて評価された方が全体の約3割となっております。また腺刺吸引細胞診検査につきましては約3割の方にこれを実施しているという状況でございます。3ページをお願いいたします。この腺刺吸引細胞診検査の結果、悪性ないし悪性疑いとされた方についてでございます。9月30日までに細胞診検査の結果が得られた方のうち合計で59人について悪性ないし悪性疑いとされたところでございます。そのうち27人につきましては手術がなされまして、その結果26名につきましては悪性の診断がなされております。1人につきましては手術の結果良性結節ということが確認されているところでございます。この26人のうち25人につきましては
組織分類上乳頭がんとされ、1人についてはなお詳細を現在精査中というところでございます。悪性ないし悪性疑いとされた合計59人について、性別は男性が25人、女性が34人、となっておりまして、23年3月11日、大震災の日ですが、その時点での性別年齢別内訳は、真ん中のグラフ上の方ですね、括弧2のあの通りとなっているところでございます。先ほど冒頭でご説明しましたベラルーシのグラフで見られます、事故当時5歳未満、5歳程度のいわゆる放射線の感受性が高いとされる年代の方で、悪性ないし悪性疑いとされた方はこれまでの検査では確認では少ないという状況にあります。また検査区分ごとの状況につきましては、上括弧1のあ、い、うの通りとなっておりますが、先ほど来から申し上げております、原発事故で何らかの避難指示が出された13の市町村を対象としている23年度実施市町村という欄をご覧いただきますと、一次検査受診者41,493人のうち 0.5% の216人が二次検査の対象となり、そのうち176人の二次検査が終了、その結果悪性ないし悪性疑いとされた方がその後の手術で良性結節が確認された方1名を含んで14名というような状況でございます。この23年度実施市町村の皆さんの性別ですが、悪性ないし悪性疑いと確認された方ですが、男性が5人、女性が9人、震災当時の年齢は11歳から18歳という状況でございます。なお県民健康管理調査で実施します甲状腺検査につきましてはですね、この二次検査までが本調査の対象ということになっております。手術等につきましては通常診療、保険診療ということで行っております関係上、このため手術等の結果につきましては対象となった方やその保護者の皆さんからの情報提供を受け集計を行っているというところでございますので、ご了承をお願いいたします。おめくりいただきまして1-4をご覧お願いします。県民健康管理調査におきましては、別途原発事故から4ヶ月間を期間とした外部被曝線量の推計ということで基本調査というものに取り組んでおります。今回悪性ないし悪性疑いと確認されました59人について、この基本調査にご回答され外部被曝線量の推計が得られている方は男性8人、女性13人の計21人という状況ではございますが、21人全員の方が2ミリシーベルト未満というような推計値を得られております。今申し上げました別途取り組んでおります基本調査全体で、ちょっと資料にはございませんが、これまでに約46万人の方の外部被曝線量の推計値が得られておりまして、何らかの放射線業務従事の経験をされていない方約45万人のうち 95% 程度の方が2シーベルト未満というような状況、そして合わせて最高値、外部被曝の線量の最高値ですが、事故時計画的避難区域に指定された区域にお住まいだった方で25ミリシーベルトという結果が得られております。なお悪性ないし悪性疑いとされました59人のうち手術後良性結節と確認された1人を除く58人の市町村別一覧というものも作成しております。これが丸1の5ページになっております。こちらつきましては後ほどご確認をお願いします。次にお巡りいただきまして、来年度以降の本格検査の実施方針についてご説明いたします。現在行っております検査は先行検査として主に現状を確認する検査として行っております。この先行検査に引き続きまして26年4月からは本格検査という位置づけのもと検査に取り組むことといたしております。この本格検査におきましては、これまでの先行検査の対象者に新たに平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた方を加え、当時胎児だったというような方の学年を加えまして、
合計おおむね38万5千人を対象として、検査を行うという方針でございます。平成26年度と27年度の2カ年において、改めてすべての対象者の検査を実施するということとしておりまして、それ以降は先ほども申し上げましたが、20歳までは2年に1回、それ以降の方は5年ごとに長期継続して検査を行うという方針でございます。最後になりますが、甲状腺検査にかかる県民の皆様への理解の促進についての取り組みについてご報告申し上げます。先ほどご覧いただきました DVD、そして資料2などを使いまして、県民の皆さんの理解促進を進めているところですが、資料にはちょっとございません。専門家が地域に出向いての甲状腺検査説明会を24年度から、実施しております。24年度は県内8カ所において約700人のご参加を得たところでございますが、今年度はより身近な地域での開催というところに重きを置きまして、県内の小中高校、幼稚園等において開催しているところでございます。昨日の11月26日現在70カ所で開催いたしまして、おおむね3497人の参加をいただいております。参加者へのアンケートをしておりますが、ご参加いただきました 90% から 95% の方々から理解が深まったというようなご回答はいただいているところでございます。続きまして検査結果等の情報提供でございます。1の7の下にも記載してあるところでございますが、今回の甲状腺検査の実施に伴い得られました対象者ご本人の検査結果につきましては通知という形でお送りしているところでございますが、合わせて県の個人情報公開手続きに準じて提供してきたという経緯がございます。しかしですが、やはりより簡易な手続きで自らの検査結果等の情報を入手したいというようなご要望がありまして、これらを踏まえまして手続きの簡易化を図ってきたというところでございます。なお今月25日現在、従来の自己情報開示請求として取り扱った件数が204件、改善後の情報提供による申請が18件という状況でございます。以上、取り急ぎではございますが、甲状腺検査の実施や結果等について概要をご説明いたしました。なお8ページ以降に市町村別の検査状況などの一覧がございますので、後ほどご確認いただければと思います。以上で甲状腺検査の概要、実施状況等につきましてのご説明は終わらさせていただきます。次に今回、お配りしました資料3でございます。こちらについてご報告申し上げます。本日ご都合により欠席となられました広島赤十字原爆病院の西先生から、当部会における議論の参考と していただきたいというご意向がありまして、資料のご提供がありました。皆様のお手元に準備いたしましたので、ご確認くださり参考としていただきますようお願いいたします。早口で申し訳ございません。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、詳細なご説明ありがとうございました。この資料3につきましては、これは見ていただいてでよろしいですね。はい、今回西先生ご欠席ということでございますので、はい、とりあえずご準備はさせていただきましたが、議論の参考ということでお使いいただける範囲なのかなというふうに事務局では考えております。はい、それではですね、質疑、今までのご説明に関しまして質疑を意見交換を行いたいと思うんですが、意見の委員の先生方何かございますでしょうか。はい、加藤先生お願いします。お話よく分かりました。ただ甲状腺の場合はですね、今回の調査だと18歳未満というふうなことが対象になっておりますよね。18歳未満、はい、はい、ただ性格上疾患の性格上ホルモンとの関係を考えますとですね、やはりその年齢的なことももう少し考慮して資料をまとめられたらどうかなと思いますけど。
その辺のことはどうなんでしょうか。年齢と頻度っていうのは、ただ今は大変ですけどね、いろいろ全部やられているっていうことなんで、例えば小学生と、高校生ではやっぱりその発生頻度が多分甲状腺の病変に関しては違うと思うんですね。はい、今回皆様の方にご説明申し上げました資料、検討委員会の資料ということで、使わさせていただいておりますが、現在先ほど申し上げました震災時18歳以下ということで、平成4年4月2日検査実施するにあたりまして学校の学年というのをちょっと単位でやってますんで、平成4年4月2日以降にお生まれになられた方を対象にやっていると。はい、という状況で進めているところですが、今先生ご質問は小さい方と大きい方の検査の頻度的なことですか。そうなんです。表の表の作り方で、はい、例えば小学生ですと思春期前ですから、甲状腺疾患も少し違うと思うんですね。それから高校生になりますともう思春期の後ですから、やはりそこでまた違ってきますので、その年齢的な分布っていうのももう少しこうデータとして出していただけると分かりやすいと思います。先生お願いいたします。福島医大の鈴木の方から、はい、ちょっと追加で説明させていただきます。1-14をご覧ください。1-14にはこの結果の年齢性別の分布図が出ています。ちょっとカラーじゃないので見にくいかと思うんですが、これ左が男性、右が女性の図がここに出ています。上には実質値が出ておりますが、A1 判定といわゆる所見がないものは0から5歳が圧倒的に多くて、その後6から10歳、11から16となると今度は A1 が減って、先ほど脳胞がほとんどだといったものがこの学童期に増えていくという特徴がございます。そして、先生がおっしゃった高校生くらいになると違うだろうという、高校生になると逆に A2 がまたちょっと減ってくる、脳胞の頻度が減ってくる。そして、すごく小さくてわからないんですが、B 判定は直接上の表を見ていただいてわかると思うんですけど、 B 判定は年齢とともに、増えてきています。特に女性、に性差があって、女性の方によってで、そういう特徴があって、やはり B というのはほとんどが結節ですので、結節はそういう特徴があるということで、そういうことがここで、少しお分かりいただけるかと思います。以上です。私から質問よろしいですか。ですね、二次検査の、二次検査に進む人たちの中で全員に FN、細胞腫なわけではないで、その割合が3割ぐらいとおっしゃってましたけど、3割ってちょっと少ないんじゃないかなっていう気がするんですけども、二次検査に進んだ中でこれは細胞腫が必要だという、あるいは細胞腫がこれ必要ない、経過観察でいいっていうのは どの辺で判断するんでしょうか。つまり尿中陽度で決めるのか、あるいはサイルクロブリンで決めるのか、エコー検査で決めるのか、いかがですか。これも直接やってる者の方から説明させていただきます。はい、ですね、まずじゃあ1の2の表を見て、上の表を見ていただきながら説明いたします。いわゆるここで、二次検査の結果が得られたものは897名おりますが、先ほど笹課長が申し上げましたように、3割以上が A1、A2、3分の1が A1、A2 と評価が変わったということですが、その方は結局は通常二次検査に来ない人と同じ扱いになるわけですけど、それ以外の602例のうち277例と、その中の約半数近く 46% が細胞診でした。要するに A1、A2 の人は細胞診すら全く適用ありませんから、で通常本来の B というのはここで確定するものは602例だと。
でその中で超音波の診断基準がございます、はい、超音波の診断基準で明らかに良性で、これは細胞診が必要ない、超音波の精度が良くなってますので、そのまま経過観察を進めるっていう人が 54% で、細胞診までして良悪性を判別した方がいいですよっていう診断基準に入る人が 46% ということでございます。はい、ですね、1の3のところを細胞診の結果なんですけれども、このようにちょっとお話したかと思って、23年度のは、悪性やないし悪性疑いが14名いて、で11例に手術をしてますね。3例はどうなったのかということ、それから胃の24年度は44例が悪性の疑い、悪性あるいは悪性の疑いがあって、16例に手術してますので、残りの28例はどういう状況なのかということを、まあ、フォローしていると思うんですが、25年度も 1例悪性の疑いがあるのに、まあ、これはこのままになっていると。これはどういうふうにフォローしているのか、ちょっと教えていただきます。はい、佐々木課長お願いします。はい、先ほども私の方からご説明申し上げましたが、手術につきましては、ご本人、そして保護者の皆様方、一般診療、保険診療ということでご対応いただいているということもございましてですね、情報提供を受けて集計させていただくということで、すべてがすべてフォローというタイムラグが生じるというところがあるかと思います。申し訳ございません。これは手術をお勧めするけども、するかしないか本人の判断という意味ですか。そちらになりますと、やはり通常の何らかの病気の診断もそうかと思いますが、主治医の先生とご本人、保護者の皆さんで、相談される。であとはその時の状況に応じて、例えば今すぐじゃなくてもとか、そういうようなことも含めて、さまざまなご検討されているというような状況かと思われます。わかりました。はい、どうぞ。渋谷でございます。公衆衛生学的な、僕の専門は公衆衛生疫学なので、その観点からちょっとご質問させていただきたいんですが、非常に今回星座長並びに清水部会長がとにかくオープンにしていこうという姿勢は最も僕は大事だと思いまして、できるだけデータというのは開示していただきたいというのは本当に一番信頼を深めていくには大事だと思います。でそれで1つ疫学とか公衆衛生とか臨床のサイエンスの部分と、もう1つはリスクコミュニケーションというそのコミュニケーション伝達の仕方2つに対して質問したいんですが、サイエンスの方ですけれども、例えば先ほど、資料の、こちらは2の、14ページでしたっけ、福島と全国の比較というのがありますけれども、知り合いの甲状腺の技師さんとか医師に、鈴木先生専門家までお聞きしたいんですけども、例えば嚢胞っていうのはですね、オウト消失数とかですね、基本的に嚢胞っていうのは水が溜まって、ホルモンが溜まってるわけですから、良性っていうのはほとんどコンセンサスがあると思うんですけども、その医師が2分のポータブルでやると大体 50%、 技師さんが15分間かけてゆっくりやると大体8割ぐらいに嚢胞が見つかるという話を伺ったんですが、そういう例えばやる人とか機器によってかなりその発生頻度とか有所見率というのは変わってくるという、特にがんとかそういうものは確実に見つかると思うんですが、例えば嚢胞とかそういう問題ない所見であってもやる人とか機器によってかなりばらつきがあるというお話を伺ったんですが、その件に関して鈴木先生のご意見を伺いたいんです。じゃあ私の方から、はい、お願いします。まず技師と医師の違いっていう表現がちょっと混同されると思うんですけど、医師でもこの超音波検査に関してはやはり、その人の習熟度によってかなり違うということがございます。で、答えを申してしまえば、それで我々は専門医や専門の技師の一定の基準を設けている。でそれをしないとかなり検出率に差が出る。で医師でも甲状腺の専門でない人と、あと
技師でも甲状腺の専門の人では違うでしょうけど、先ほど言った20分かけでも見れるということは基本的にはないと思います。脳胞は非常にコントラストが強くて、今のいい超音波で見ればあっという間に見つかります。むしろ悪性疑いのぼやけたはっきりしないものを見つけるというのは非常に、時間を要しますが、むしろそういう本来の悪性のものを探すのを邪魔するくらい脳胞はいっぱい見えます。ですから先ほども言ったように、それを全部個数を数えるのは時間がかかると思うんですけど、似たようなものが複数あるということは、専門家であれば技師だろうが医師だろうが、もう2分もかからないで見つかるのが専門家だと思います。20分かかるということはありえないということです、ありがとうございます。やはりその基本的にはちゃんとしたスタンダードをきちんと保っていくというのは僕もすごく大事だと思いますし、そうしないとやはりやる人とか機器によってかなり値が変わってくるので、例えば先の福島と全国の他の3県との比較においても、そういう要素というのは多分にあると思いますので、まあ、基本的にはその脳胞のが癌であるのかどうであるかというのはかなり大きなイシューです。大体脳胞というのは消えていきますし、もうその辺はフォーカスも B とか C とかに絞っていかれた方がいいのではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。今の追加なんですけど、先生がおっしゃっているその脳胞のところの器具っていうのは当然で、それで、脳胞か結節かを迷った場合は全て結節に挙げている。ですから今回の二次検査で、A1、A2、 特に A2 っていうのが多く再判定されているというのは、悩んだ挙句 B に挙げたけど、もっと専門家が時間をかけて、また時間がかかって2度見てますので、それで迷ったものがやはり A2 でいいだろうというふうに変わる、確信が持てるということで、安全意義を持って脳胞というのも容易に全て脳胞にしているわけではないということでございます。まあ、そのスクリーニング検査からすれば患者性を高めるというのは非常に妥当だと思いますので、私はその方向が正しいと思っています。で、今はサイエンスの話なんですけど、もう一つはそれに関してリスクのコミュニケーションの話なんですけども、ごめんなさいね、DVD 見てやっぱり僕は医師ですから結節脳胞って言われて分かるんですけど、一般の方はやっぱり分かんないと思うんですね。で、脳胞っていうと、なんだかっていうイメージもありますし、例えばDVD でも甲状腺のエコーの所見見てもですね、やっぱり一般の人はあんまり通じないと思うんですね。もう少しシンプルなメッセージをきちんと出していくということはやはり非常に大事なのかと思います。僕は南相馬と相馬で外部被曝と内部被曝の測定を震災直後から市と協力してやってるんですけども、やはり一番大事だと思ったのは2つあって、1つはやはり平均値の議論ではなくて、やはりきちんと個別作用をしていくということですね。やはり不安を払拭するというのはやはり時間かかります。で、先ほど県の方から説明会をかなり一生懸命始めたということで、僕はそれ非常に大事だと思いまして、そのプロセスによってやはりきちんと事実というか疑問に答えていく、やはりその一般の方が受け取る印象というのは医師の我々の専門の印象とまた異なる場合がありますから、きちんと時間をかけて、しかも個々の不安に対してはきちんと誠実に対応していくということが私は一番大事だと思いました。それからもう一つはやはり検査のやり方とかにしてもですね、やはりなるべく、まあ将来的なお子さんの健康が一番ですけども、やはりご両親の不安とかそういうものっていうのは一番大きなファクトになりますから、まあ、サイエンスとそしてコミュニケーションのやり方っていうのはもう少し改善の余地があるかなと個人的には思いました。以上です。はい、ありがとうございます。この委員会はですね、今渋谷先生がおっしゃったように、いかに専門家がですね、きちっと病変なり、それから検査結果を把握してそれを一般の人に分かりやすく伝える、それで、余計な心配をさせない、そういうようなシンプルに真実を伝えるということが非常に大事じゃないかと思うんですね。それで、まあ、そのためにこういう会ではざっくばらんに本当に知りたいことをまあ、お互いに意見を交換し合って、それを県民に発信すると、そういうようなスタンスでやっていければなと思います。はい、どうぞ。今柴井議員が言われたこととまるっきり同じようなところなんですけれども、やはり住民の方の健康を守るということを第一義に、県立医大の保健の方々皆さんいろいろと苦労して実施していただいているんですけれども、そもそも今やってるものの検査の意味が何なのかっていうことがよく分かってないところがあると思う。先行検査という形でやられてますけれども、これの置かれている位置が何なのかっていうことを
ご存じないというような状況、現状を理解していただく、率直に言ってチェルノブイリの経験から言って上がるとしたら数年後でしょうけど、その前のバックグラウンドとして評価しているという目的が十分認識されてないところがあると思いますので、そういったことに関しても十分にやっぱり今ちょうど各地域を回って広報しているっていうお話ですけれども、理解いただく場を提供しないといけないのかなというふうに感じております。また先ほど農法の判断基準等の話いただきましたけれども、やっぱり受診された方々は結果としてもらって農法がありましたと、農法はちっちゃかったからあなたは A2 でもうフォローはゆっくりでいいですよと言われても、やっぱり通常の健康診断を受けている中においては何かの所見があるということは異常だというふうな形で認識されることは非常に多いと思いますので、その意味が何なのかということ、スクリーニングとしての判断基準というのは先ほど笹井の方から事務局の方から説明いただいたところですけれども、このスクリーニングの持つ意味が何なのかということをもう一言付け加えた説明というのはやっぱりやっていかないとなかなか難しいんじゃないかなと思うところです。でそういったものに関してやっぱりこれはこれから先長いことかかって、フォローしていくっていうことが非常に大事になってくるわけで、そこがご理解いただけないということでだんだんと継続性っていうのがなくなるっていうことが一番問題になってくるわけですけれども、そういう意味ではやっぱりいろんな行政職あるいはサイエンティストの人たちもいっぱいいるわけですけれども、そこの関与っていうのも十分にしていただくような環境というのを作っていかないといけないと思うんですね。例えば、先ほども今学校の方でも説明いただいてますというふうな話も場を借りて説明いただいてますというようなこともありましたし、実際の実施も学校単位でやってるところがあるんだと思いますけれども、学校でこういうことをやるとなると養護教員の人が関与してくるはずですけれども、養護教員の方が関与していきますと当然一般の健康診断であれば学校保健安全法のもとの健康診断をイメージして結果っていうのは自分たちのところに帰ってきて自分たちが窓口になってある程度説明しないといけないというような認識で、養護教員の方はプロフェッショナルとしてそういう認識を持たれていると思うんですけれども、今回は、個別の結果はおそらく返してないですよね、養護教員とかそういう学校とかっていうところには集団のデータだけこういうふうな形で今開示されているところですけれども、それは目的が違うものですので開示しない、当然今回の内容から言って開示しないということも結論としてあり得ると思うんですけど、そこを明示した上でどういう関わりをしていただきたいのかということを役割分担というかですね、いろんな行政職の人かサイエンティストの人たちが関われる場っていうのを整理した上でご協力いただくっていうような環境を作っていかないと、これから先長く長く関わっていくものについてだんだんとそのフォローされていく比率が落ちていくということになっていきますと、結局何をしようということか分からない状況になっていくんじゃないかということが懸念されるところでした。でそういう面でもう一つは今 のシステムの方の話ですけど、個人の方の話として見た場合に、二次検診になってフォローする場合は今度は医療の場に移るということになりましたし、手術した場合も医療の場になりましたということで、先ほどもその精密検査入っている人、手術されてない人の情報がどうなのかということは提供いただかないとわからないということでしたけど、ここも何らかの形でやっぱり整理しないと長期的なフォローということで見ていたときに、やっぱり実際の個別最終的に個別個人個人の人たちに対して心配がないような環境を作っていくという時の整理がですね、なかなか難しいことかと思います。この、本委員会の方では、個別のことに関しても場合によってこのオープンの場で、診断の基準についての議論してとかということがありましたけど、そこは逆に今度医療の場としては完全に個人のプライバシーを守るということで大学病院なんかの症例検討なんかにおいてもクローズの世界でやってるわけですけれども、そこの範疇をしっかりと整理しておかないとこれから先の議論の中で余計混乱を生むかと思いますので、今一度そういったところをこの場でも議論いただければと思います。はい、国田先生ありがとうございます。他にございますか。もう一つどうぞ先生。資料2の5ページの下の図なんですけども、
これは地元の新聞にも載りまして私もよく知っているんですけどもこの30とか20とかいう数字は1歳児の、甲状腺予託透過線量の最大値というふうに受け取って間違いないんですよね。で、一体何人ぐらいの子どもがこのレベルの被曝をしているのかということはこれは分からないんですか。でほんの1人とか2人とかですねそういう子どもが最大このぐらいに被曝しているというふうに受け止めるべきなのかそれとも結構な数の子どもがですね、このレベルの被曝しているのかというのはこの図あるいはこの説明から読み取れるものなんでしょうかちょっと教えていただきたいんです。はい5ページの下これは放射線医学研究所が1月に発表まとめて発表されたというところでございます。そちらの当時の資料で見させていただきますと4ページの下にある事故直後に実施された小児甲状腺簡易測定調査そしてその後にですね、県などで行っているホールボディカウンターの測定等の実測値をもとに大気拡散シュミレーションモデルというものを使ってですね、初期の要素による甲状腺被曝線量を推計したというようなものだという報告があります。その結果、90% タイルということですので、おおむね 90% 範囲に入る数字としては、当然推計ではございますが10から30で最大で30、まあ、90% ということですからそれで30の数字が求められたというような報告と承っております。なお推計に用いた要素とセシウムの比率とかそういうものについてはですねこれからさまざまなデータが出てくると当時も お話がありましてその比率の変更によってはこの数字も動くというようなところで保守的に計算したというような状況でご説明をいただいているところでございます。何人というところまではちょっと申し訳ございません。いわきが30という数字になってますよね。いわきの汚染状態からしてちょっと意外な感じはするんですけども。先生これ 90% タイルなんで多くは本当に低いその分布を2の4見ると分布が低い方に行ってますから、まあ、ほとんど見えないです、ね、だから中央値っていうか一番こういう分布だと中央値使うんですけどそれはもっと低いと思います。 90% 取るとかなり少ないけど高い人たちを入れなきゃいけないので高い値になると思うんですけど大体分布からすると低い方に偏っている分布だと思います。だからそれはもう本当に内部被曝を我々もやってますけどほとんどのお子さんは内部被曝の量もかなり低い方、うんという部分ですね。よろしいですか。よろしいですか。ちょっと分かりますけどね。甲状腺機能とかですね、肝機能何でも、まあ、血液を調べると異常値と正常値があって、いくつ以上は異常であるということが分かるんですけど、細胞診っていうのはなかなか人間の目で見るところで、典型的な所見は癌と診断していいと思うんですけど、癌か癌じゃないかグレーゾーンといいますか分からないところって結構あると思うんですよね。それをこれかなりの量の細胞診を病専門家が見ると思うんですけど一体何人ぐらいで専門家が見てらっしゃるんでしょうか。見てる人はいつも同じなのか。福島医大の方これ二次検査を受託しているのは私どもなので、県民健康管理調査として 1,000人の検査技師がおりまして、それと福島医大の病理部の専門の医師が複数で数人で判定して最終結果を出している。で、そこに疑義がある場合は我々が通常今やっている学外の専門委員会の方に出して、そこの病理の複数の人間にコンサルトをしているとダブルチェック。ダブルチェックは必ずしています。
で今のところあとは定期的に外部の先生に見ていただいて細胞診は基本的には全部一旦のチェックしてもらうという形にはなっています。はい、わかりません。はい、どうぞ。先ほど先生の継続性という話についてちょっとご質問したいんですけども、相馬市は本当に初期から内部被曝あるいは外部被曝を図ってですね、ホールボディカウンターとガラスバーチラカって、もう本当に今はもう年間追加被曝線で1ミリシーベルトを達成するかしないかぐらい本当に低いレベルになってきてるんですけども、ただやはり平均の議論じゃなくて個別でいくと少し高い人がポツポツいるので、そういう人に重点的にいわゆる公衆衛生でいくとハイリスクアプローチと、ポピュレーション全体の平均の議論ではなくて本当にピンポイントでちょっとリスクが高い人を拾ってそこに重点的に対処するという方針を貫いて、非常に住民の方は安心を得てきているんですが、継続性という観点からすると一つ懸念はやっぱり被曝が低いということはだんだん広まってきているんですけど、そうするとやっぱり検診に来なくなるんですね。でやはりこの一番甲状腺 の福島医大あるいは県の皆さんのご尽力でやはり継続的にやるということが一番大事だと、それは私も非常に同意してまして、内部被曝に関してもやはり主には食品から入りますから、やっぱり継続してみなきゃいけないわけですね。でその時一番苦難なのがやはり検診率の低下というのが一番困ると。でそうした場合にやはりキャンペーンとか DVD とか検診行きましょうと言っても多くの人行かないんですね。やっぱり行くインセンティブはないですからね。ですからそうした場合にやっぱり一番大事なのは地元できちんとフォローできる体制を確立していかないと、やはり県とかに負担があまりにいくとか、あるいは福島医大さんにあまりに負担がいくとシステムとしてだんだんその破綻が生じてきますから、例えば先ほど二次検査で例えば相馬市の場合41人対象がいて、で、二次検査受診というのはこれは福島医大で受診ということですか、あるいは20人しかいないんですが、その残りの20人ぐらい県外とかですね他の施設で行ったりということを伺っております。でやはりその継続してやはり同じ先生に見てもらうとか、あるいはそのフォローアップするということを考えた場合には、やはり県と市の連携というのは僕は非常に大事になってくるのかなと考えておりますが、その辺に関して何か県の方からご意見あれば伺いたいと思います。はい、笹川課長お願いします。はい、ありがとうございます。確かに県民の皆さんに継続してお受けいただくと、現在は 80% を超える受診率という検査にお越しいただいているというところでございます。で福島県の場合は震災前からですね、高校卒業しますとある一定の数が県外に就職進学で行くというような時もあります。そんなことを含めまして関係の学会の皆様にご支援いただきながらですね、現在まず一次検査を担っていただくというところで県内78の医療機関で検査ができるということで、先ほどのご説明しませんでしたが、これまでに5000人を超える子どもさんが県外の検査機関でお受けいただいていると。でつい最近県外の検査機関でも二次検査に ご協力いただけるというようなところまで来ております。で合わせて県内につきましてもですね、やはりより身近な病院で検査をするということがですね、検査を受けやすくするという意味でも、あとはかかりつけというような観点もよくご指摘いただきますので、顔が見える病院でというところも含めて、現在先ほどもちらっと少しご説明申し上げましたが、県内における検査を担っていただくお医者様医師の養成を現在進めておりまして、順次県内での一次検査で、最終的に将来的には二次検査も、二次検査は県立医科大学と郡山といわきで今行っておりますが、これも拡大の方向で進める。合わせまして検査を2年に1回ということになりますと、間に1年空きます。その関係で、やはり来年には検査来るんだよというような情報発信も含めて、何らかの個別に情報を提供するというようなことも含めて取り組んでいくということで考えています。そのこれ素晴らしいと思います。やはり間があってやはり不安になってかかるときに、やはり身近な医療機関とかあると非常にいいと思いますし、やはり信頼というのが一番
検診の率の向上あるいはフォローアップに大事だと思いますので、それはぜひ進めていただきたいんですが、同時にあの県と市でそして二次検査が必要な方の情報共有とかそういうことはされていらっしゃるでしょうか。はい、まあ現時点で一般県民の皆さんに対しては統計的なデータでお示しはしているところでございます。で県と市町村との情報の共有化という観点では、市町村さんからの求めに応じてですね、個別の検診データもすでに一部ご提供しているという状況でございます。確か2年1回だ、2回だとまだ覚えてるかもしれません。5年だと忘れてしまうこともありますよね。ですからその辺のフォローをしっかりとお願いできればと思います。欠席をされている先生からの部会からの質問あるいはメッセージがありますので読ませていただきます。春日部会からの、ご意見ですけれども、提案者の一人であるにもかかわらず海外出張中のため第1回目の部会を欠席して申し訳ございません。西先生のご提供の資料は福島県での調査結果の理解に大きく役立つものと思います。それだけに次回以降ぜひ疫学的にさまざまな意見を持つ研究者もお招きして福島県での甲状腺がんの発生状況、西先生ご提供の結果の両方についていろんな角度からの解析とご意見を紹介してし合っていただければと思います。それからその西部会員から のご意見ですけれども、資料1関係です。サイログロブリン値について年齢に注意すべきです。10歳以下特に5歳以下は、成人の基準値の 32.7 ナノグラムパー ml 以下よりも高いですので、異常かどうかの判定は年齢によって判断すべきと思います。サイログロブリンを実際に測定していただいている検査所に小児の基準値に基準値をだろうな問い合わせてみたらよいかと思います。資料3関係で16歳以下では自覚症状がなくても積極的に超音波検査、甲状腺の超音波検査をすれば人口の 0.1% ぐらい、100万人あたりに1000人くらいに甲状腺が見つかるような気がします。その全員に手術するかどうかは別として、被爆地と考えられる地域での10歳代後半から20歳代の、1万人単位での甲状腺超音波検査が実施されれば日本での甲状腺がんの実態が分かると思います。ただプライバシーの問題や実際に何の訴えもないのに甲状腺がんを発見された人に対する対応の問題など解決すべき課題は多いので実施はかなり困難と思います。日常診療で多くの、甲状腺超音波検査をしている日本甲状腺学会会員と日本甲状腺外科学会会員に岡山大学、千葉大学、慶応大学の資料を添えて何ら訴えのない10歳代後半から20歳代の人に超音波検査をすれば100万人あたりどのくらいの人数の甲状腺がんが見つかるのでしょうかのアンケート調査をするのも一案かと思います。でその他被爆地の方を含めて国民には、実際に被爆程度はチェルノブイリ原発事故と比較してどの程度かがよく理解されていないと思います。チェルノブイリと同程度かそれ以上と考えている人もおれば、チェルノブイリよりも少ないと考えている方が多いと思いますが、実際にチェルノブイリと比較して何分の1程度かはほとんどの人は知っていないのが現状で、それによる不安もあると思います。で不安感を少しでも和らげるためにも、実際に福島原発事故の場合はチェルノブイリ原発事故と比較して何分の1の被爆で、甲状腺の被爆は何分の1かを知らせる必要があると思いますというようなご意見を西部会議からいただいております。最後のその他のところは私の経験では同じレベル7ですけれども、まあ、7分の1から10分の1ぐらいだと思います。福島の方が少ないですね。それからよく話が出るように用土環境が全然違うと。で被爆した時に甲状腺に取り組まれる用土量も違うでしょうし、がん発生今放射能の
まあ、甲状腺に限らずですね、濃度によって被曝量によってがんの発生率が違ってくるんで、まあ、その辺のところも参考になればと思いますけど、何かご意見ございますか。そのはい、どうぞ。申し訳ないです。さっき腺子吸引細胞診の話が出ましたけど、現在腺子吸引細胞診はですね、いろんな分類があるんですね。それでこの悪性疑いっていうふうなことが書かれてますけど、どの分類を使われているのかっていうのを一つ教えていただきたいっていうのがあります。その辺は誰かご存知でしょうか。はい、鈴木先生お願いします。福島医大の方から説明させていただきます。これは今回公表しているのはがん取扱規約、日本がん取扱規約、先生も私も著者の人に入っていると思うんですけど、その通常日本中で使っているがん取扱規約の分類の悪性なし悪性だというところに該当しているものでございます。で、それ以外の分類も我々の方としては将来性を持って、違う分類等も検討してますけど、正式に公表する発表するものとしては現行で一番使われているがん取扱規約の分類を使っているところでございます。まあ、今まだ正式に取り入れられてないんですから、ベセスダの分類っていうのも検討されてるんでしょうか。はい、福島医大の方では将来性を考えて、あと学外の専門の先生からのご意見も聞きながら、一応トライアルとして併記してはおりますけど、まだそういうふうにコンセンサスは得られてませんので、公表はしておりませんが、いずれそういうものが使われるということは想定されるので併記しております。先ほど申し上げましたように、この会はぜひ県民からですね、一番その情報が信頼できるような情報っていうふうに、信頼される委員会である部会であるというふうに位置づけて議論を、あるいは意見をお互いに交換していければと思います。冒頭で申し上げましたように、大変申し訳ありませんが、新幹線が出なくなっちゃう。ここまで。部会長がご欠席になりますので、私が後を継がせていただきますが、今の議論のところもちょっとしりきれとんぼになったので、はい、後で議事録等だけを見た場合にどういう議論なのかよく分からないと思うんですけど、その、ベストセラーの分類っていうか、なんか それを、トライアルしてるけれども公表してないって言いましたけど、その分類方法がまだ定着したものという評価をいただいてないから、先取りしてやってるけれども公表してないというような、そこらをちゃんと説明しとかないと。そうですね、鈴木先生がおっしゃっているのは、私がご質問したのはですね、今現在国際的にはベセスダっていうところで作られた分類がですね、国際的に、インターナショナルな分類として使われております。で、日本ではまだ正式に取り入れられていないんですが、実は私取扱規約の料理委員長をやっておりまして、今年そのがん取扱規約の方でベセスダ分類を正式に取り上げるというふうなことが決まっております。で、多分鈴木先生もよくご存知なんで、その、ベセスダ分類、細胞診の国際的な共通的な分類っていうのを、それにはですね、まあ、治療法も関係してくるんですけど、それはまあ無視するとしても、国際的な分類を将来的にしていかないと、それが日本だけのことになるとあまり良くないというふうなこともありまして、先ほどご質問させていただいたんですが、ベセスダ分類っていうのがございまして、それは鈴木先生も
さっきのお答えであったように意識されてやられているというので一言安心しました。はい、ありがとうございます。やっぱりその分野の専門家の方はそこで言葉で通じてるんですけれども、周りにいる方が全然分からないと思いますので、そういったところはやっぱりこれから先もお互い気をつけていかないといけないかなと思いましたので、はいはい、あとまあ質疑応答まだ少し時間がございますのでどうぞ。先ほどチェルノブイリの何分の1とかそういうメッセージをって言いましたけども、はい、先ほど申し上げましたが、やはり平均値の議論というのはやっぱり一般の方にあんまり通じないんですよね。やっぱりそのあたりが信じられるかという疑心暗鬼もありますし、やはり個々での条件によっても違ってきますね。まあ、一般には本当に被爆レベルというのは実証的データを積み重ねて低いというのはだいぶ出てきましたけども、やはり本当に個別にきちんとフィードバックして綿密にフォローして検診率を高めながら信頼をこう培っていくしかないと思いますので、今回みたいな機会とか、あるいは福島県医大の皆様がご尽力されているように、もうやはりこう説明会、そして本当に真摯に答えていくということを原則にしていただくというのが私は一番大事だと思っております。はい、春日先生のメッセージの中にもあったし、それから西先生がお出しいただいた資料で、今日は説明を直接いただけないんですけれども、前々からその先ほど その専門家の議論がどっかでちょん切れて聞こえないっていうか、先に到達しないって本当に実は我々も反省しなきゃいけないことだろうと思いますし、まさにこの委員会、この部会はそういうつもりできちんとしたメッセージを伝えていかなきゃいけないと思うんですね。でこの評価とか議論は今日するかどうか別としてですけれども、前々から言われている、つまり検診をして無症候の人たちにエコーを当てて探せばがんが出てきますよというようなことについて、一般論としてずっと言ってきて、今日はこの数字が出されて、それは皆さん知った上で、こういうデータを知った上でそういうふうにご発言をされてたんでしょうけれども、そういう意味では我々のこの検討会の中に初めて、検討委員会の中に初めて出された数字 でこの一般に有症候で診断報告をされた、あるいは偶発的に見つかった甲状腺がんの発生頻度ってこの 3-2 ですけれども、のこの100万人体あたりのオーダーとですね、それからその年齢構成なんかは全く違いますので、一般論としては単純にこう疫学的に比較できるものでないということは知った上で申し上げますけれども、これはもし間違ってたら渋谷先生に訂正してほしいんですけれども、無症候の人に一律に介入をするとかなりその発見の、頻度っていうのは、これ桁数でいうと2つ3つ上がるっていうか、もっとかもしれませんかというふうに読めるんです。ただこれは厳密に年齢調整をしたりとか、あるいは検査の方法の分析をしたりとかっていうことがなければ、軽々に言える話ではないと思いますが、今まで一般論として言ってきた、つまり、スクリーニングエフェクトってあるんだよ、これは我々の医療の世界では一つの常識としてはあるわけですけれども、こう数字が出されたということについて、私は今後議論していくために、こういう数値をこれからきちんと評価していくって話と、それから一方で増えてるんだという主張されて論文を書かれている先生方もいるわけでありますので、そちらを吟味しないというのはやっぱり片手落ちだろうというふうに思います。ですからそれらのこともですね含めて、その専門家を呼んできてここで話をしてもらうという方法がいいのか、論文を取り寄せて吟味をしてみるのがいいのか、いろいろ方法があると思いますけれども、そういったことについて、少しこう何て言いますか、スケジュール感というかですね、なんかそういうものを持って、この議論を進めていくということが必要じゃないかと思います。で来年の、夏過ぎあるいは秋口になりますと、その4月まで3月までに行われて1回目のベーシックな検査の一応のデータが出揃うというふうに私は理解しておりまして、そのぐらいになるとですね、ある種の数値の確定が行われるでしょうし、先ほど言ったように、診断の確定ということになると情報提供の範囲ということがありますから、そういったところの細かいそのフォローの話は別としまして、一定程度の少なくとも C 判定あるいは二次検査の終了時点での判定ですねは出てくるということがになりますから、そういったものをこのテーブルに並べる準備としてですね、私たちとしては途中経過を聞きながらもちろん議論していくことになりますし、今後いろんなところが始まってきていろんな話が出てきますから、それはそれとしてやるとして、既存のこういうデータや
今発表されているデータを分析をされている先生方のさまざまなデータを並べて、吟味をするというプロセスを計画的に部会長の方でですね、ちょっと検討といいますか、そういうそのスケジュール感を考えていただくと、我々もそういうものに目がけていろんな準備をしたりとか、議論をするためのさまざまな情報収集、あるいはいろんな依頼もしなくちゃいけないですね、多分ね、もし来ていただくということになれば依頼をするというようなことになりましょうから、そのあたり部会長にアレンジといいますか、そういうその方向性、スケジュールなどについてもぜひ今日ここで大体のスケジュール感を決めていただけると、今後の議論がしやすいように思いますが、まずは初めにこの会をですね、設立した意義ですよね。で、意義っていうのはこういうふうな形で、そういう今まで出てきた、完全に今回あった膨大な資料をですね、オーバーオールして簡単に説明していただいて、それに対してコメントしようっていうのはなかなか難しいことだと思うんですね。で、これからそれを一つ一つさらに精査して、そして意見を出していくっていうふうなことがどうしても必要になってくるだろうと。で、その時にですね、この会の立場としてですね、今やってる検診の正当性が担保されているのかどうかとか、それから内容についての制度管理っていうのがうまくいってるのかどうか、そういったところが公にディスカッションをしてですね、やるっていうのがこの会の意義じゃないかなというふうに私自身は今回参加して感じてるんですが、そういう方向でいいのかどうかっていうのをまず他の先生方にもちょっとお聞きしたいんですけど、じゃあ石田先生どうでしょうか。私も星先生と全く同感で、もうとにかく全てあるものをテーブルに載せて、こうしたオープンの場で議論するというのは非常に大事ですし、今回委員を引き受けた一つの理由は、まず初めに伺ったのは、反論も言いますけどそれでもよろしいですかというのは、それはもう歓迎だと、そういうコメントを県の方からいただきましたので、いろんな意見を戦わせてですね、やはり最終的には提言をするという方向性は僕は一番大事だと思います。全ての材料をとにかく隠さず出すと、それからやはりサイエンスということの判断がまず大事だと思いますが、同時にやはりそれをどう一般の方に伝えていくかということも、少し同時にご意見をいただき、そういう専門家から、あるいは一般の方からもご意見いただいて、その我々の専門家としての知見をどう一般の方に伝えて、そして継続性を持たせた体制を作っていくかと、その3つに関してですね、はい、何かアウトプットでればいいかなと個人的には思っています。はい、じゃあ久住田先生どこと。やはり本日の会議でもいろいろ意見が出てきましたけれども、それぞれ多方面の専門家の先生たちが違う立場で見て、なんか軌道修正が必要なところがあればそのコメントを出していく、あるいは正しくやられているところがあればちゃんと評価して、それを県民の方にも理解していただくというふうな場を、情報公開しながら進めていくということが大事になってくると思いますので、そんな中で、まさに皆さん忌憚なくこういう意見を交わせればいいのかなと思います。で、最終的にはやっぱり先ほど来出てきてましたように、その住民の方々が将来にわたってずっとここに参加することによって安心できるという場を提供することが一番大事になってくると思いますので、その中で石橋先生も言われましたように、その情報をサイエンスとして見る目っていうのは非常に大事になってくると思うんですけど、またそれをサイエンスとして見れるだけの情報を収集しようと思うと、先ほどシステムとしてあったように診断がついた方に関しては医療の場に移ってしまうということで、フォローがまたなかなか難しくなってくるところがあると思うんですけれども、そういったものも含めた議論がですね、これから先の中でも準備できていくようになればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。この部会を作った意義についてですね、この検討委員会でできないことはこの部会にできるのかという疑問がやっぱり今日までありまして、で、検討委員会に出せないようなデータがこの部会なら出てくるとかいうことはあんまり期待できないというふうに私は思っているんです。で、ただセカンドオピニオンといいますか、ダブルチェックといいますかね、
より多くの専門家の目で、この一つのデータを見る、分析するということは、それ自体意味があるというふうには思います。それから先ほど星先生がおっしゃったことは、私はぜひ実現できたらいいなというふうに思っていて、私は素人ですから、あの甲状腺、学会ですか、例えばですね、その学会の中で西先生のような見方が圧倒的な多数意見なのか、ね、そうでないのか、あのおそらくはその異論が出てくるような余地があるとすれば、その異論というものを聞いてみたいなという気がするんです。あれご本人読んでこなくても、まあ、論文読んでみると私にはおそらく理解しがたいものだというふうに思いますけれども、あのこういう異論もあると、この異論をどういうふうに見たらいいのかというようなことはですね、あの検討委員会の中でなかなかできない、こういうあの甲状腺に限定したですね、専門家の間での議論というのをする、そういう固有な意味はあるのかなというふうに思いまして、それはあのいいと思いますね。それから渋谷先生おっしゃったように、サイエンスプラスリスクコミュニケーションというですね、いう観点はものすごく大事だというふうに思っていて、私があの専門家でないのにここに座っている意味は後者の方にあるというふうに思ってますので、その点はこれからもちょっと考えていきたいというふうに思っています。あの私は先ほど申し上げたような内容の繰り返しになるかもしれませんが、冒頭にも申し上げた通り、あの検討委員会の本体の方でですね、あの十分に議論がなされている、つまり噛み砕いていない、出された情報を、まあ、いわばそのままこう、まあ、外から見ればですね、説明を聞いてそれをその一般論として理解しているという範囲を超えてしっかりとした議論をしていかないと、あの、まあ、理解が進まないというのがあの一番の危機感を持ってす。ですからそこに、きちんと噛み砕いて、あの理解をする、それから反対に意見にも耳を傾けるということについて、真摯に取り組みたいというのが、あ部会この評価部会を、作らせていただいて一番の理由ですので、まずそこをきちんとしていきたいというふうに思います。で、あのサイエンスとしての検査の妥当性云々ということについて言えば、その範囲において必要なものについては十分する必要があると思いますけれども、まあ、極端なことすればもうこんな検査なんかしなくてもいいよという意見があるんですね。で、そういうことまでを我々は今考えるべきではなくて、今行われている検診のスタイルで出されているデータについて、まあ、疑義があれば疑義は正す、修正といいますか、例えば先ほどのデシスラの話のようなですね、分類について言えば、国際分類ということも考えるべきじゃないか、そういう意味での提案や改善というのは当然必要なことだと思います。ですからその辺のバランスをうまく取りながら、あのその、まあ、先ほど私がスケジュール感と申し上げたのは、やっぱり1回目の研修をみんなが受け終わるというタイミングは次の研修を受けるかどうかという先ほどのお話に実につながる話で、あまり何でもないよ、もう大丈夫なんだよっていう誤ったメッセージとして捉えられて検診率が下がるというのも、それは今後の問題として決していいことではありませんし、一方で不安を煽るというのも正しくないんだろうと思います。ですからそのあたりのところが、あのスケジュールを少し決めて、ある時期までにこのどういうふうに今評価されて、今後どんなことをしていって、これからどんなことが分かってくるのかというようなことをですね、あの、まあ、明確にするようなタイミングを一定程度、まあ、皆さんがこうお互いの中に共通認識として持っていけばいいのかなという意味でご発言を申し上げました。それではですね、その時期ですね、次回の時期についてあの話をしたいと思います。先ほど星先生の方の話だとデータがまた出てくるのがいつでしたっけ、6月ですか。あの私っていうか全部が揃う、1回目の全部が揃うのがっていう意味ですので、あのあすいません、はい、あの検査の進捗の状況でございます。先ほども申し上げましたが、今年度の3月までにあの1回目の検査があの終わります、あの予定でございます。
で、検査が終わりますとですね、一次検査におきましても約1ヶ月から90日判定という時間をいただいて、その後個別に検査を受けになられた皆様に個別に通知を差し上げているという状況でございます。で、その後に二次検査というような必要性がある方についての対応になってくるかと思いますので、3月に検査が終わっても、いわゆる今お話がありました二次検査の何て言うんでしょう、傾向までが見えるのはやはり夏以降かなとは思いますが、まあ検査の実施に合わせて随時統計的なデータは更新はされていくところではありますが、全県的な全てについてはやはり来年夏っていうところはそれより先は無理かと思います。そうすると、今までの、そのデータについてもですね、今日ご出席にならなかった先生いらっしゃいますし、それからかなりその駆け足で、お話になりましたので、一回3月の前にですね、というのはどうかなとは思いますけど、はい、スケジュールというのを私が気にするのは本体の方との兼ね合いがあることもあるんですね。で、これまでの例で言いますと、本体のに新たなデータが出てきて、でそれの解釈に、手間取るというか時間を非常に取られてですね、他の検査の詳細についての議論をする時間を非常に取られるということがありました。ですから私は部会長にお願いはですね、次回に予定されている検討会の前に新たなデータが更新されるんであれば、それを同時に受け取るか、あるいは事前に受け取るかして、しっかりとした議論というか、データについての理解をした上で、本会の方に説明する、あるいは一緒に議論するというようなタイミングが、やっぱり必要だろうと私は思っています。というのは、本体に出ていらっしゃる方は分かると思いますけど、大半が、この甲状腺の時間に取られますので、やはりその辺のところの前さばきという意味でもし、自治当局の県のお許しがいただけて、スケジュール的にも間に合うということであれば、そういうタイミングが可能であればですね、私はそういうふうにしていただくということが一点です。これはつまりデータの更新についての、読み込みということが一点、それからやはり先ほどから申し上げているように、8月に来るであろう、1回目の結果のある種の集約の前に、いろんな人たちの意見やいろんな人たちの考え方を整理するという、この多分2つの流れをですね、同時進行していくことになると思いますので、そんなスケジュール感があると、全体の議論や理解も深まるのかなというふうに私は考えて、そのように発言をしましたが、いかがでしょうか。今のお話ですと、前者の中での話ですけれども、ここの役割がその、甲状腺の部分については、ある程度整理したものを本部会の方に出すみたいな話になりますけれども、そうなると先ほど来議論がありましたように、ここがそのセカンドオピニオン的な役割っていうのと逆の立場になってしまいそうですけれども、また議事録読ませていただいた中で、この設置を望まれた春日先生の方は、そういったコミュニケーションの必要性から、部会の開催頻度よりもっと頻繁に、ここで細かく細かくというのは頻度的に細かく議論いただいて、県民の方々に情報提供するのにどういうふうにしたらいいのかっていうふうなことをご議論いただきたいみたいな旨がなんか記載されてたような感じなんですけれども、ちょっともう一度そこらの整理をいただければ。議事録確かにそう書いてあったと思います。で、これは県との県なり大なり実施機関がですね、どのぐらいの頻度でそのデータの整理をして出してくるのかっていうのは一つの区切りだと思います。だから例えば今日と同じデータでもう一回集まってですね、さあどうなんだというようなことをもっと深めるということをもってやるのであれば、それはそれで私は意義があると思いますので、春日先生のおっしゃることが、どちらに当たるのかですね、もっと頻回に集計をして、どんどん細かい変更について出せということであると、これはそれなりにお願いをしなきゃいけないんですが、このデータをもう一回読み込みましょう、もう一回今日欠席の委員を含めて議論をしましょうというのであれば、それはそれで価値があることだと僕は思います。
私は議事録しか見てないんでよく分からないですけれど、私が感じたものとしてはその、校舎の方で、情報を細かくこの部会で精査するというよりも県民と同じ目線で、その本部会で議論されているところを通訳するメディエーター的な立場としてここでやってほしいというふうな意味だったのかなと思ったんですけれども、それであればデータそのものは本部会の今まで公開されているようなタイミングで全然問題ないと思ったんですが、いかがなんですか。ここでの議論ということですので、私自身は、両方の意味合いを春日先生お持ちだったのかなと思っています。ただ前者の頻回にデータの更新を受けてということになるとかなり難しいだろうなというふうには思います。ですから、本体会員の方にデータを出していただくと、その瞬間にやはり非常にその何て言いますか、衝撃的に受け止められてですね、で十分に噛み砕かないままにですね、次の回まで行くという状況は何としても私は避けたいという思いがありますので、アイデアがあればそういう形で進めていくというのも一つのアイデアだと思います。すみません、おっしゃる通りで、もし検討委員会で例えば甲状腺の所見に関してどういう点がイシューなのかということをもしいくつか挙げていただいて、そしてこちらに持ってきていただいて、ある意味では、セカンドオピニオンプラス専門家的な立場からの所見を与えて、そして検討委員会で最終的に決定していただくというのプロセスが一番きれいかなと思うので、お二人の先生というようなことは僕は両方ともできるのかなと思います。少し多少微妙な違いがありそうな感じがしますけど、基本的にはやはりそのデータをですね、専門家の目から見て、そしてそれが本当に正しいかどうかというのを、ディスクロージャーしていく、正式な過程を経てディスクロージャーしていくというふうな立ち位置じゃないかなというふうに思うんで、そうしますと、一回ですね、そのあまりその あれでなくてもですね、じゃあ3月ぐらいにもう一度集まって、そしてまたその今の今回のディスカッションを踏まえた上でですね、もう一度一回集まってやるっていうふうな方向性でいかがでしょうか。いろんな立場からいろんな考え方あると思うんですけど、やはりそのさっき先生おっしゃったように、我々全く別な立場からそれをこう見せていただいて、正直な意見を言わせていただくというふうな方向性で、この会を運営されたらどうでしょうかと思うんですけど、よろしいでしょうか。じゃあ3月ぐらいにもう一度集まっていただいて、やらせていただくという方向性で行きたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあこの会はこれで終わりにしたいと思います。その他何かありますか。はい、はい、どうぞ。事務局で情報提供ということでワンペーパーを準備させていただいております。やはり県民の皆さんに理解を深めていただくという取り組みの一つとして、環境省と県で県内の例えば市町村の方の方でもですね、アドバイザーという方をいろんな助成とかいろんな観点で多くのさまざまな専門家をお願いしております。その方々にですね、お集まりいただいての意見交換会をずっと開催しておりまして、次回12月21日でしたか、3連休の最初でございますが、今回のお話が出ました甲状腺につきまして、改めてそちらで意見を交換するというような場を設けております。参考としていただきたく情報を提供させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
申し訳ありません、本日の議論を参考に次回のこの評価部会について、開催を予定したいというふうに考えてございます。それではこれをもちまして、県民健康管理調査検討委員会第1回の全検査評価会を終了したいと思います。部会の先生方ありがとうございました。引き続きこの会場で記者会見を開催したいと思いますので、部会の先生方